こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の秋コーデベスト3というテーマで、皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。まあ、9月のです、ね、中旬を超えて、まあ、そろそろですね、本格的に秋服を買いたいなだとか、秋のコーディネートを楽しみたいなということはですね、少なくないのかなというふうに思っています。そこで今回はですね、僕ら30代、40代、大人世代でも似合うような、 大人の秋コーデということで、まあ、具体的にですね、3つ僕のコーディネートを皆さんにご紹介してみたいなというふうに思ってます。まあ、どれもですね、ベーシックさがありながらも、ところどころにですね、トレンド感が感じられるような着こなしになってますので、割とですね、大人の男性には試しやすいかなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、秋の着こなしって大好きなんですね。まあ、夏というのはどうしてもですね、着こなしの幅というのが狭くなりがちなんですが、秋から着れるものがだいぶ増えますよね。まあ半袖だけ だけじゃなくて長袖も着れますしあとはアウターなんかも羽織ることができるので着こなしのバリエーションが楽しめるんですが、まあ、その一方でどういったものを着ればいいのかわからないという方も増えやすい季節かなと思ってますので、まあ、今回の動画の中では、まあ、気温に応じた3つのコーディネートですね、まあ、秋の中でも暑い日に着れるコーディネートだとかあとはちょっと気温が低くなって冬に近づいた時のコーディネートまでですね皆さんにご紹介できればなと思うのでぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っていますこちらのチャンネルでは 大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説していますもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので気になる方ですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただければなという風に思っていますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここからはですね、具体的に3つのコーディネートを解説したいなと思っているんですが、まず1つ目のコーディネートなんですけども、僕が一番上に着てるアイテムを見ていただきたいんですが、こちらシャツですね。 やはりですね、秋口に使えるトップスといったら、シャツ。これがですね、僕ら大人世代には一番最初に候補に上がるんじゃないかなと思ってます。まあ、僕自身ですね、シャツが大好きで、結構ですね、春夏もたくさんのシャツを買ったんですね。まあ、これにはですね、自分の中のマイブームみたいなものがあって、トップス何着るのかというときに、まあ、パーカーだとか、スウェットだとか、まあ、他にはニットとかいろんなものがありますけども、割と最近はですね、1枚でさらりと着れるよう よううなななシャツが着たいなといと気分なんですね、まあ、その中でもですね今僕が着ているようなちょっと身幅にゆとりがあるものだとか、まあ、レギュラーカラーになっていて少しですね今っぽいゆったりめのシャツというものを着るのがすごく好きなんですね、まあ、夏に関しても半袖のこういったシルエットのシャツをよく着ましたが秋もですねこのようなシャツ結構いろんなブランドから出していまして僕が気に入って最近着ているのは先日もご紹介しましたが、まあ、グリーンレベルのこちらのベージュのシャツですね、まあ、これがですね まささににに秋にぴったりりでで T シャツの上にさらとと着ることが多いんですね僕はですね第一ボタンを開けてラフにこのように着ることが多いんですけどももちろんですねもうちょっと気温が高い時は本当に前を開けてですねさらりと羽織るだけというのもいいかなと思いますねこんな感じです、まあ、僕はこういったスタイルも好きなんですが、まあ、夏だと T シャツ1枚のスタイルだったと思うんですけどもそこにですねこういったシャツをですね重ね着することで羽織物の感覚で気軽に着てもらうのもいいんじゃないのかなと思います というふうに思ってます。まあ色に関してはこういったベージュだとかグレージュもいいですし、まあ、それ以外にもですね、シャツであれば様々な選択肢がありまして、ちょっと皆さんにお見せしたいなと思ってるんですけども、例えば先日ご紹介したユニクロのこういったデニムのバンドカラーシャツ、これなんかもですね、シャツの羽織り物としてはいいかなと思います。あとはですね、よく僕の動画の中でも出てくるようなストライプ柄、こういったシャツもですね、1枚で着て様になりますし、適度にカジュアル感があるんですね。まあデニム デニムの素材感がですねカジュアル感を連想させますしまあストライプシャツはですねこういった柄物というところで少しカジュアルさがあります、まあ、僕の今着てるシャツに関してもベージュで少しゆったりというところでビジネスシャツほど硬くないようなカジュアルなシャツをですね気軽に着るというのは僕ら大人世代にはですね結構やりやすいコーディネートなのでぜひ皆さんにもトライをしていただければなというふうに思っていますちなみにですねボトムスに関してはちょっとあまり映ってなくて恐縮なんですが まあ毎度おなじみのですね、ブラック系のスラックスを合わせています。まあ、上半身がシャツがベージュで、内側の T シャツが白ということで、明るい配色にしてるんですね。まあ、その分ですね、ボトムスはこういったブラック系で引き締めてあげると、簡単にコーディネートがですね、再現しやすいかなと思ってます。まあ、僕が今履いてるのは、グローバルワークのアーバンスラックスですね。これがシルエット綺麗なので、まあ、こういったきれいめのスラックス、なおかつストレッチの効いてるものを合わせてもらうと、バランスがいいんじゃないかなと思ってます。で、足元、ここ もう写っててななくて恐縮なんですが今回はですねグレーーの定番的なニューバランスを合わせています、まあ、こういった形でブラックのスラックスとこういったニューバランスって結構相性がいいんですねそしてその間にはホワイト系のソックスでつないであげるという形が僕は好きなんですけども割とシャツだとかスラックスというビジネス感のあるようなアイテムなので靴に関しては少しカジュアルなスニーカーなんかで外してあげるのもいいかなと思うのでよかったら参考にしていただければなというふうに思っています はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、まあ先ほどがですね、シャツを使ったような綺麗めのスタイルだったので、今度はですね、こちら、パーカーを使ったカジュアルな着こなしをご紹介したいなというふうに思っています。僕はですね、先ほどのような綺麗なトップスも好きなんですが、やっぱりですね、休日に子供と遊んだりだとか、家族で過ごしている時には、 やっぱりですね、ある程度動きやすくて汚れても気にならないようなラフなトップスがあると便利かなと思ってるんですね。まあその点ですね、僕が今着てるようなパーカーはまさに最強のアイテムかなというふうに思っています。ただですね、パーカーというと僕ら世代からするとですね、ちょっとカジュアルな印象があるかなと思うんですね。 ただ、これは選び方次第で、僕が着てるようなですね、濃い色を選んでいただいて、なおかつ無地のものを選べば、大人の男性にも似合いやすいかなというふうに思っています。僕が今着てるのはですね、もう今から2年とか3年ぐらい前に、エストネーションで購入したオリジナルのパーカーなんですが、色はダークグレーですね。このような無地単色のものであればですね、結構シャープに見えるので、個人的にはですね、めちゃくちゃ気に入ってよく着てるパーカーなんですね。まあ他にもですね、ネイビーだとかブラックでもいいかなと思います。 あとはですね明るい色も決して NG というわけではなくて、まあ、もう一着ですね僕愛用しているのがこちら昨年ですねエディフィスで購入した こちらはですね、グレージュと呼ばれるような、ベージュとグレーの中間ぐらいの色味なんですが、まあ、こういった色味でもですね、結構大人の男性には似合うかなと思うので、単色無地で少し価格帯を上げたパーカーですね、こういったものがいっちゃうからとすごく便利なのかなというふうに思っています。まあ、合わせ方は簡単で、パーカーがですね、結構カジュアルなので、その下に合わせるボトムスは、まあ、先ほどと全く同じで手抜きなんですけども、スラックス系のアイテムですね、色はブラックで引き締めると、 とバランスがいいいかなと思います上がカジュアルで下は綺麗めというバランスですね。ここを意識してもらえば大人のパーカースタイルはかなり似合いやすいかなというふうに思っています。そして足元なんですが先ほどのニューバランスのスニーカーはですね、スニーカーの中でも結構カジュアルなので今回僕が合わせたのはナイキのエアマックス97ですね。まあ、こちらもカジュアルといえばカジュアルなんですがニューバランスに比べると ちょっとですね、先進的なイメージのあるようなシャープなデザインなので、このようなスポーティーな着こなしもですね、馴染みやすいんですね。特にスラックスとエアマックス97、この繋がりも結構良かったりするので、ぜひですね、皆さんも合わせていただければなというふうに思っています。まーキ秋のですね、ちょっと肌寒い時にはこのように腕は普通にしてもらっていいかなと思うんですが、ちょっと暑いなという時にはですね、腕をまくって小物ですね、時計だとかバングルを見せながら、大人っぽく、少しカジュアルっぽく着てあげるのもいいかなと思うので、 ぜひですねパーカーのスタイルもお楽しみいただければなというふうに思っています。 はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが、秋も深まって、割と冬に近づいてきた時には、まあパーカーよりもですね、もう少し暖かいものが着たいかなと思うんですね。まあそんな時に役立つのは、シャツアウターみたいなものかなというふうに思っています。まあ、僕が今着てるのはですね、こういったベージュ系の秋らしいですね、配色のもので、襟型に関してはバンドカラーになってますね。まあ普通の襟付きのものでもいいですし、こういった襟型がスッキリしてるものでもいいかなと思うんですが、シャツアウター系のものというのが、 秋にににはははででですすすすねねめちゃくちゃゃく重宝するのでぜひ皆さんにはです、ね、1枚は持っっててておいいいただければなという,ふうに思ってます僕は今内側にはですね、T シャツを着ていますが、もうちょっと寒くなってきたら、薄手のニットを着て、その上にシャツアウターみたいなものもいいかなと思いますし、あとは一番最初に着ていたような、薄手のシャツの上にシャツアウターっていうのも結構バランスがいいので、1枚こういったものがあるとすごく便利なのかなというふうに思ってます。まあ、ちなみにですね、今回着てるこちらのシャツアウターなんですが、実はですね、僕 僕のオリジナルのブランド、そうという名前なんですけども、そちらのオリジナルのアイテムになってるんですね。これはですね、夏頃から企画をして作り上げてきたわけなんですが、ようやく完成しまして、僕も最近着てるんですが、なかなか仕上がりが良かったんですね。まあ、もともと僕はシャツアウターみたいなものが大好きで、いろんなものを着てきたわけなんですが、その中のアイテムを見ながら、まあ、こういった部分を改良したいのになというところをですね、とことん考え抜いて作ったのが、 のベージュのシャツアウターなんですが、なかなか仕上がりが良くて、個人的にもすごく気に入っているんですね。ちなみにですね、内側に着ているこちらの T シャツ、よくですね、僕は最近 YouTube の動画の中で着ていますが、こちらもまた僕のオリジナルのブランド、ソーのですね、T シャツなんですね。まあ、上半身は両方ともですね、オリジナルのブランドで合わせているわけなんですが、まあ、このようにですね、シャツアウターだとか T シャツと合わせてもらってもいいかなと思います。まあ、こういったシャツアウターだけではなくて、まあ、先日ご紹介したようなグリーンレベルのですね、 こういったカバーオールみたいなものもバランスがいいかなと思ってます。まあ、シャツアウターよりも少し着丈が長くなるので、より大人っぽくなるかなと思うので、このあたりはですね、お好きなものを選んでいただければなというふうに思っています。もう本当にですね、シャツアウター系というのは、秋口にすごく活用できますし、意外とですね、ボタンを全部閉めていただいて、その上にですね、ロング丈のコートを着るというのも良かったりするので、重ね着にも使えるんですね。 ですので、秋から冬にかけて、こういったシャツアウターはですね、かなり使い勝手がいいので、1枚は用意していただければなというふうに思っています。まあ、ちなみに今回もボトムスはですね、ブラックのスラックスなんですが、まあ、こういった今っぽいですね、シャツアウターには、ボトムスのシルエット、少しゆったりめでもいいかなと思っています。先ほどまでのですね、アーバンスラックスとはまた違った、僕はもう私物でよく使っています、ディストリクト・ユナイテッド・アローズのですね、少しゆったりめのテーパード型のパンツを合わせています。まあ、同じブラックの ススラッックででもシルエットがが違うと使い方が変わってくるので僕はちょっとですね、トレンド感のある着こなしの時には、ややゆったりめのブラックのスラックスを合わせるようにしています。で、足元はですね、結構いろんなものが合うんですが、今回はですね、ダークグレーのニューバランスのスニーカーを合わせています。秋が深まった時にこういった着こなしをしたいので、足元も少しですね、濃い色でまとめるようにしています。まあ、こんな形でですね、シャツアウターを基軸とした着こなし、特にですね、ベージュだとかブラウンという色は、秋を連想させるので、 こういったシャツアウター、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思ってます。ちなみにですね、こちらのシャツアウターですとか T シャツですとか、僕のオリジナルのアイテムが気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、 大人の秋の着こなしベスト3ということで、具体的にどんなコーディネートが僕ら大人世代には似合うかというところで、皆さんにご紹介させていただきました。まあ気温に応じてですね、シャツを着たりだとか、あとはパーカーを着たりだとか、あとは今僕が着ているのはシャツアウターを着たりだとか、こういった上半身のアイテムを変えていただくだけで、秋の着こなしはある程度ですね、カバーできるのかなというふうに思っています。まああくまで今回の動画は一つの土台にしていただきたいなと思ってるんですね。例えば二つ目のパーカーがちょっと カジュアルすぎるかなと感じる場合は。 パーカーではなくてニットに変えてみるのもいいかなと思うんですね。まあ以前ご紹介したようなこういった、まあ、ユニクロのですね、ダークグレーのミラノリブのニットですね。こういったもので代用してもらうのもいいかなと思います。まあ一つの土台としながら少しずつカスタマイズして皆さんの着こなしをですね、楽しんでいただければなというふうに思っています。まあ先ほどもちょっと触れましたが T シャツだとか、あとは今着てるようなシャツアウターだとか、最近はですね、自分のブランドをコツコツとですね、作り上げるのがマイブームの一つなんですね。これからですね冬に かけて新しいコートを作ったりだとかあとはジャケットだとかボトムスだとかたまにはですねマスクだとかバッグだとかそういった小物なんかも作っていきたいなと思ってますのでそういった僕のオリジナルブランドについていろいろと知りたい方はですね結構メンバーシップの中でそういった情報どんどん先出ししているので気になる方はチェックをしていただければなという風に思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル